んにちは、リッカだよ。つむぎだよ。つむぎちゃん、年齢当てゲームしようよ。うん、いいよ。じゃあまず、つむぎちゃんの年齢を3で割った時の余りを教えて。アリさんの余りだね。1だよ。じゃあ次に、年齢を5で割った時の余りを教えて。4だよ。じゃあ最後に、7で割って、また余りを教えてね。6だよ。ふむふむ、それじゃあちょっと計算するね。カキカキカキ、ワクワクワク。出ました、つむぎちゃんの年齢は34歳だね。あ、すごい、正解だよ。ねえねえ、どうやって計算したの？うん、計算自体は簡単なんだ。年齢を3で割った余りを A、 5で割った余りを B、 7で割った余りを C として、この式に当てはめるよ。そうしたら N の値から105を繰り返し引き算していくだけだよ。すごい、不思議、不思議ね。もう一回やってみようよ。今度は足のお母さんの年齢を当ててみてよ。うん、いいよ。じゃあさっきと同じように年齢を3、5、7で割った時の余りを教えてね。うんとね、2、1、1だよ。ふむふむ、当てはめて計算すると出ました、71歳だね。すごい、正解だよ。魔法みたい。えへへ、でもこれは魔法でも何でもなくて、105元算という中国にルーツを持つ古い和算の一つなんだよ。理屈だってちゃんと数学的に説明できるんだよ。そうなんだ、知りたいな。リッカちゃん、教えて教えて。もちろんいいよ。ただしこの説明には合同式を使うから、合同式について全然わからない場合は先にそっちを押さえてきてね。触りだけで大丈夫だから。解説動画も YouTube にいっぱいあるからね。はいよ。それでは始めます。求めたい数を X とします。つまり年齢のことだよね。そして X を3で割った時の余りが A だから、もっと3の世界では X と A が合同だよね。同様にもっと5の元では X と B が合同、もっと7の元では X と C が合同になるよね。うん、そうなるね。で、これは一旦置いておいて、次に N について考えるよ。 N というのはこの式のことだよね。まずもっと3で考えるよ。70を3で割ると余りが1だから、70と1は合同だよね。そうすると合同式の性質により 70A と 1A も合同になるよね。 70A と 1A は3で割った時の余りが等しいってことだね。そして21と15は共に3の倍数だから、 21B と 15C は3で割ると割り切れて余り0になるよね。そうなるともっと3の世界では 21B と 15C は0になって消えちゃうんだよ。残るのは 70A だけ、つまり N と 70A が合同になるんだよ。そしてさらに 70A と 1A が合同だから、 N は A と合同になるよ。本当だ、 N の式を3で割った時の余りを考えていくと N と E が合同になるね。あれ、でも E って X とも合同だったよね。そうそう、鋭いね。だから結局もっと3では N と X が合同になるんだよ。式がすごいスッキリしちゃった。次にもっと5で N の式を考えるよ。あ、なんか気づいちゃったかも。70と15は5の倍数だよね。だからもっと5の世界では 70A と 15C は消えるんじゃないかな。いいね、まさにそうで、もっと5で N を考えると残るのは 21B だけだよ。だから N と 21B が合同になるよ。21を5で割ると余りは1だから、21と1が合同で、つまり 21B と 1B が合同だから N と B が合同になるので。そうそう、そして B は X とも合同だから。あ、 N と X が合同だよ。もっと5でも、もっと3の時と同じになったよ。いいね、その通りだよ。そしたらもっと7も同様に考えられるかな。
70と21は7で割り切れるし、15は7で割ると余り1だね。そしたらモッド3、モッド5の時と同じように、結局 N と X が暴動になるのかな。その通り、まとめるとこうだね。ここで合同式の定義を思い出してみようね。A-B が M の倍数であるとき、A、B は M を法として合同であるといい、式で A 合同 B、もっと M と表す。このような式を合同式という。そっか。つまりこれらの式は、N-X が3の倍数であり、5の倍数であり、7の倍数であることを意味しているんだね。そういうことだよ。そして3、5、7の最小公倍数はいくつかな？105だね。そうそう、だから N-X は105の倍数になるんだよ。式で表すとこうだね。 K は整数だよ。そしてこれを式変形するとこうなるよ。さてこの式は何を意味しているでしょう？ X は年齢のことだったよね。 N は A、B、C を含んだ式で、 A、B、C はそれぞれ3、5、7で年齢を割った時の余りだったよね。なのでそれぞれの余りの値を代入して N を求めて、そこから105を何回か引くと年齢がわかるという式だね。そうそう、完璧だね。これが前半にやった年齢当てゲーム、105現在の理屈だよ。よくわかりました。ところでつむぎちゃん、どうして34歳にもなって女子高生の制服を着てるの？あのさ、そういう言い方ってないよね。どういう事情があるかも知らないでさ、りっかちゃんはもう少し配慮のできる人だと思ってた。すごい悲しい。ごめんなさい。もういいよ、最悪。